こんにちは、ブルホスです。今日は時間と集中力に関するお話をしていきます。まあ、人生でね、いろいろ大切なものっていうのを挙げたときに、まあ、人間関係だとか健康だとか、それからお金だとかってある中で、やっぱり時間とその限られた時間の中にどれに神経注ぐかっていう集中力も大切だっていうお話をね、今日はしていきたいと思います。まあ、要するに時間と集中力って、まあ、人生を生きていく上での貴重な資源だっていうことは間違いなく言えることなんですね。で、ピーター・ドラッカーっていう、まあ、経営学のね、まあ、ある種神様的な存在の人の中に、まあ、成果を上げる人の条件っていうのを、まあ、以下のように挙げているということなんです。まあ、成果を上げる人、まあ、ものっていうのは、まあ、仕事からスタートしないんですよね。時間からスタートするわけなんですよ。つまり、経営学からスタートするわけでもないので、時間が何に取られているかっていうことを明らかにすることからスタートするというふうに言ってるわけなんですね。で、これってどういう意味なのっていうことを、まあ、掘り下げていくのは今日の話になっていきます。で、まずは、まあ、大きくやるとですね、まあ、3つですね。まずは仕事をするにおいて、まあ、これは勉強にも置き換えることができるんですけど、やるべきことの一覧っていう、まあ、いわゆるタスクリストっていうものを作成をしていきます。で、そのタスクリストの中にある仕事をスケジュールに書き込んでいくんですね。で、3つ目にスケジュールが先に埋まってしまうので、そのスケジュールの中で余った仕事とか先約で入っている仕事とかっていうのを入れ替えて、自分が本来すべきだっていう優先度の高いものに入れ替えていくと、仕事を埋めていくという、そういうお話なんですね。で、その中で特に重要なのは2番だというふうに言われています。で、スケジュールとタスクっていうのを連動させることで、これ以上の仕事は入らないっていうことを、まあ、視覚的に、まあ、目で見てパッと分かりやすくするということなんですね。で、どんなにくだらない仕事に時間が取られているかっていうことを明らかにするわけなんです。例えばメールとか資料の作成とかね、それのコピーだとかっていうふうに、まあ、そこまでをスケジュールに入れている人っていうのは、まあ、なかなかいないとは思うんですけど、まあ、そういったものを明らかにしていくということなんですね。で、これだけの仕事の、この部分の仕事をやらなくていいっていう発想から、自分が持っている時間はこれだけだから他の仕事は捨てなくてはいけないっていう発想に切り替えていきましょうということなんですね。はい。で、その上で、なかなかそうは言っても難しいっていうポイントがあるんですが、時間からスタートしたとしても、まあ、思うように仕事で成果を上げることができない人もいるんですよね。それって一体なんでなのかっていうと、まあ、集中力っていうのが時間と同様に貴重な資源だからなんですよね。最初、まあ、ピーター・ドラッカーの話は時間から入っていったんですけど、まあ、その時間を取り扱うにあたって、やっぱりその分の集中力も大事だっていうことなんですよ。で、時間っていうのはその量なんですね。例えば10時間っていう時間がある中で、これだけの仕事をやっていきましょうっていう量の話である一方で、じゃあそのこれだけの仕事をやりますっていうのに対して、どれだけ自分の集中力を注ぐことができるかっていう、その質っていう部分に当たってくるということなんですよ。で、前回のお話なんかでも集中力は有限だっていうお話をしたことがあるんですけど、まあ、ここに関しては集中力をいかに持続させるかっていうテストを行ったんですよね。で、その結果、タスクごと、つまりメールを打つ時間、電話をかける時間、資料を作成する時間、物を開発する時間とかっていろいろとタスクがあるんですけど、そのタスクごとではなくって、そのいろんなタスクがある中で、10分間だけこれをやるとか30分間だけこれをやるっていう風に時間で区切るといいっていうことが分かったんですよ。つまりどういうことかっていうと、まあ、今言ったように資料作成して、次にメールを打って、次に企画を出してっていうようなタスクごとに切り替えていくのは罰で、30分間資料やります、30分間メールを打ちます、30分間は企画をやりますっていう風に時間で区切る方がいいということなんですね。で、いうことはこれを学校の授業で置き換えてやっていくと、結構小中高大っていうところで見ていく行けば、まあ、理にかなっているわけなんですよね。例えば、まあ、中学校とか高校だったら1次元、まあ、50分とか、大学に入れば90分という限られたその時間の中で、国語とか国際政治学っていってあるテーマに絞って勉強しているわけなんですね。だから時間で区切られているから、チャイムが鳴った瞬間にその科目について考える時間っていうのはもう終了、おしまいということで、脳もリフレッシュをするんで、次の科目にパッと切り替えられるわけなんですよね。ところが、仕事、我々が普段やっているような仕事になった途端に、休みなくひっきりなしに時間じゃなくってタスクごとになるから、脳がなかなか切り替えることができないんですよ。だから結果、休みなく働くことでしんどさを感じてしまったりとか、パフォーマンスが落ちてしまうっていうのは、当然ながら我々は脳に従って生きていっていますんで、うまくいかなくなるのは当然だよねっていうことなんですね。じゃあそんな中で脳をうまく切り替えながらできる人になっていくためには、仕事のパフォーマンスを上げていくためにはどうしたらいいかっていうと、時間で区切ることが大事だっていうことがもう言わずもがななわけなんですよ。で、こ
こういうこと話をすると、なんか時々っていうか、まあまあよく、もうほぼほぼの会社で言ってるんじゃないですかね。PDCA で回そうとするっていう会社があるんですけど、そもそもそれっていうのが間違いなわけなんですよ。なんでかっていうと、これって PDCA っていうものの、その生まれた原点っていうのを知らないで、なんか PDCA、プラン、ドゥ、チェック、アクションって大事だっていうことを歌ってる、なんかコンサル会社とかね、教育会社とかってあるんですけど、そもそも PDCA って製造業の世界で生まれた手法なわけなんですよ。だから、物を作るために、どんなものを作るのかとか、その設計をしたりとか、材料を集めるためにこんな準備がいるよねっていう計画からいるっていうのは当然な話なんですけど、それ以外、つまり製造に関わる以外の仕事、例えば教育関係とか、なんかね、営業とかっていう、それから、まあ、なんでしょうね。今で言ったらそのウェブ広告を打ったりとかっていうような、そういった製造以外の仕事であるんであれば、まずは活動から始めましょうと、つまり計画を、ね、綿密に立てていくっていうよりも、まずはこれをやってみようということで、もう早速営業をかけるとか、物を作り始めるとかっていう風にやっていくことの方が今の時代主流なわけなんですよ。なぜかというと、あまりにもスピードが速くなっている時代なので、考えて計画を練ってたとしても、それがそもそももう立ててる時点で遅かったりとか、あるいはせっかく立てたのに間違っているっていう可能性も非常に高いわけなんですよね。だからまずは活動する中で誤った点があれば修正してバージョンアップを図っていくっていうやり方の方が今は主流っていうか、むしろいいやり方だっていう風に言われてるんですよね。だから拍車をかけるように、より良い仕事をするためには、そこに関してまずはまあ時間で区切った働き方っていうするのがベストと、まあ、計画を立ててる時間そもそもがもったいないし無駄だっていう話なんですよね。だから今仕事で性格が上がってないなっていう風に感じる人っていうのは、例えば提案書なんか熱心に書いたりとか、企画書を一生懸命練ったりとかって、そんな無駄な時間をするんじゃなくって、30分とか1時間ごとにこれをやる、あれをやるっていう風にやるべきことをに仕事を切り替えてやっていくっていう方法をぜひ試してみていただくと、非常に効率よくかつ成果の上がる仕事の仕方ができるというふうに思います。ということで、今日はですね、もう無駄なもう準備はせずにさっさとやることをやっていきましょうっていう話をさせていただきました。なぜかというと、時間はもう限られている、そしてあなた自身の集中力も限られている。であれば、なんかそこにたどり着くまでになんか神経注いだりするのって非常に無駄なんで、そうしないでやれる方法をしっかりと取っていきましょうというお話でございました。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。